カウティリア、あるいはチャーナキア、あるいはビシュヌ・グプタは、古代インドのマガデ国マウリア朝初代、チャンドラ・グプタ王の最小であり、軍師であった人物。インド最初の本格的な統一王朝となったマウリア朝の建国の礎となったとされる。最も有名な実理論を表したとされ、近現代にはインドのマキャベリと評されている。カウティリアは、 紀元前324年頃のインド北西部におけるチャンドラグプタの挙兵に大きく関わったとされており、彼の細の元チャンドラグプタはガンジス川中流域へと進行してナンダ朝の首都パータリプトラを占領し、国王ダナナンダを殺害してナンダ朝を滅ぼし、マウリア朝を建国した。カウティリアは建国されたマウリア朝において引き続き政治顧問の役割を果たし、 事実上の最小となっていた。また、タキシラにあった大学の教官でもあった。チャンドラグプタの死後も彼の息子であるビングサーラ王の下で引き続き補佐を行っていたとされる。カウティリアの残したとされる実理論はサンスクリット語で書かれた冷徹な政治論であり、しばしばマキアベッリの君主論と比較される。この実理論は、 同時に、当時のマウリア朝やインド社会を知るための貴重な資料ともなっている。山崎玄一、小西生活編、世界歴史体系南アジア CHP1063000、出版社、2007年 ISBN46 億3446万2087。ありがとうございます。